知的財産権著作権著作権法著作権法の判例一覧作家オスカー・ワイルドを撮影した写真の著作権侵害をめぐる裁判。最高裁は1884年、この写真に著作物性を認めた。アメリカ合衆国著作権法の判例一覧では、米国著作権法に関連した判例をまとめる。2008年からの10年間を例にとると、米国内で、 年3000件前後と多くの著作権関連案件が連邦裁判所に新規提訴されていることから法学の専門家によって言及、解説されるなど特筆性の認められる判例に絞って本校で取り上げる。米国著作権法には連邦法と州法が存在し、二重に権利が保護されているが両者の間で矛盾する場合は、 連邦法としての著作権法が優先されることから、以下では特起のない限りは、連邦法について述べる。なお、米国は著作権の各種国際条約に加盟しており、これに従って、第104条では、条約加盟国で発行された外国著作物に対しても、米国著作権法によって、保護を与えると定められている。したがって、国をまたいで流通する著作物についても、 米国連邦裁判所の判決が実際に存在する。米国著作権法における司法判断の特徴としてフェアユースの法理が挙げられる。一般的には著作権者に無断で著作物を第三者が利用した場合、著作権侵害となる。しかし学習国法典第17編第107条に基づき、批評、解説、ニュース報道、教育、研究、 または、調査などの利用シーンで、使用の目的、性質、著作物の内容、量、質の量側面から著作物が利用された割合、利用によって著作物の市場価値に、どの程度影響を及ぼすか、の4基準などを、総合的に考慮して、著作権侵害に当たらない、フェアユースであると判示されることがある。第一基準については、現著作物を利用した、 いわゆるパロディなどの著作権侵害をめぐって、被告側がフェアユースで公弁することもある。これは、第一基準で、変形的利用が認められているからである。四基準のうち、第一基準の変形的利用、及び第四基準の市場代体制の二点セット型、基準に優先して重視されているとの指摘がある。これは、元となった。 著作物とは異なる目的に変形されることで、元の著作物と市場で競合して、経済的利益を損ねることなく並存できるためである。つまり、第一基準で営利活動だと認められても、変形度が高く第四基準に影響しなければ、フェアユース判定されることがある。フェアユース以外では、著作権の保護対象物の定義を当判例もある。その代表例が、特許権や、 商標権などの産業財産権と著作権とを線引きするアイディア、表現二分論である。産業財産権は産業の発展のためのアイディア、思想を強い独占性で保護する。一方、アイディアそのものではなく、その文化的で創作的な表現を対象にゆるい、排他性で保護するのが著作権である。 しかし実際にはアイディアと表現が一体化していて切り離せないケースもあり、表現に著作権の独占を認めるとそのおもととなるアイディアまで独占され、産業の発展が阻害されうる。このようなケースではマージュ理論で抗弁することもある。判例の年代別に見ると、米国連邦著作権法にはいくつか転換期がある。判例の一部は判例集に掲載されることから、 一般的には、ニコルズ V ユニバーサルピクチャーズコープ45回に D119 のように表記される。これは1931年に第二巡回区公訴祭がニコルズ対ユニバーサルピクチャーズ裁判において下した判決であり、合衆国公訴審裁判所判例集の第二次シリーズの第45巻119ページ以降に掲載されていることを表す。これが、 連邦地方裁であれば、会に D の代わりに合衆国地方裁判所、判例集を意味する会サップとなる。最高裁まで上訴、審理されれば、合衆国判例集を意味する US またはエスカラットになる。連邦地方裁と連邦控訴裁の管轄マップ、米国調査権法は、連邦法である合衆国法典の第17編に収録されていることから、 これに基づき司法判断を下すのは連邦裁判所の役目となる。連邦裁判所とは具体的には以下で構成されている。特にメディアエンターテインメント業界や IT 業界が集積するカリフォルニア州とニューヨーク州の訴訟件数が多い。第9と第2巡回区の交差裁判決は他の巡回区以上に注目されるものの、 巡回区外での法的拘束力はなく、時として、互いの巡回区で異なる判決が下されることもある。ことから、このような矛盾は、連邦最高裁で解消されることとなる。米国では上告された事案を受理して審議するか、却下するか、連邦最高裁が、事前に裁量で判断することができる。受理した案件は、異送令状が発せられ、二審の連邦控訴裁から、 連邦最高裁に移送、審理される。却下された場合は、ワーナー・ブラザーズ・ピクチャーズ・インク、V ・コロンビア・ブロード・キャスティング・システムズ・インク、216回 2D945、サート・ディナイテッド、348US971 のように引用表記されることもある。これは、ワーナー・ブラザーズ・ピクチャーズ対 CBS 裁判の移送が、 最高裁で事前に却下され、二審の第9巡回区公訴裁の判決で確定したことを意味する。なお、どの案件を最高裁が受理するかは、重要な連邦問題か否かで判断され、時には、この重要なの定義に政治的な判断が含まれることもあると言われる。米国著作権法には、州法も一部存在していることから、これらは、州裁判所の管轄となるが、 特筆性の観点から、州裁判所の判例が引用されることは少ない。裁判署名に D が表記される場合、一審の連邦地裁の判例であることを意味している。D の後ろには、州の略称がつく。さあは二審の連邦公訴裁の意味で、第1第11の巡回区を指す。なお、建国当初は三審の連邦最高裁判所判事が、 二審の連邦巡回裁判所にも参加する形をとっていたが、1891年に二審が連邦控訴巡回裁判所に改訴されたタイミングで、千人の裁判官のみで二審が構成されるようになった。さらに1948年、二審を大 XX 巡回区連邦裁判所に改称している。判例名は一審では一般的に 原告名 V 被告名で記されるが、被告が二審や三審に上訴した場合は、原告名と被告名の順が逆転して表記されるため、注意が必要である。過去の改正により著作権法の条文体系が大きく変更しているため、判例の年代によりその判例が引用する条文が、差し示す内容が異なる点にも注意が必要である。 例えば1947年改正法以前の第25条は1947年改正法の第101条であり、これは1976年改正法で第412及び第501第504条に継承されている。各改正による条文対比表は政府公式サイトを参照のこと。最高裁で継争中の案件は、 連邦下級裁判所の判例を参照。表中の判例の通称の英語表記をクリックすると、英語版、Wikipedia の個別判例ページに遷移する。また判例集番号末尾をクリックすると、ジャスティアやフィンドローなど判例を転載した外部サイトに遷移する。デスクトップビューで閲覧の場合、表の項目名横をクリックすると、照準または、 公順で並び替えることができる。判例の通称は、英語名アルファベット順で並び替えされる。下級裁判所の判例であっても、後の類似訴訟で、引用参照されることが多いなど、法学の研究機関や、専門家が、特筆性があると言及した判例に絞り、一覧化している。過去には、未発行の著作物は主に手法、発行後の著作物は、 連邦法で保護される二元的な法体系であったが、1976年、制定、1978年施行の著作権法、改正によって未発行の著作物も連邦著作権法で保護されることとなったことから、1978年以降は、中法の古文堂コピーライトによる保護を求める機会は減少している。上述の判例に関連する画像。 音声および動画を紹介する。ありがとうございます。